今日は何かの記事で、えー、球場のセンターから、えー、900万くらいのものすごい単焦点レンズで撮ってるのを見ました。何ミリだろう ?1200 ミリじゃないですかキャノンに1200ミリのレンズってあるんですよ。でこのキャノンの1200ミリのレンズって F5.6 で、えー、日本でね、数本しかないやつなんです。僕一回ね、それ触ったことがあって、一人じゃ持てないんです。あの、二人がかりで、 運んでいって、セッティングをしてって、で、三脚もね、2本かな必要だった。レンズ用とカメラ用と2本必要で、ここにね、テレコンバーターがあって、それをガシャンと入れると 1200mm が 1700mm になるっていうレンズは EF であります。そのことじゃないかな ?900 万だと思うと。センターの900万っていうと、おそらくキャノンの 1200mmF5.6。 千ミリになるとね、かげろうが立っちゃうんですよ、昼間使うと。見えないんです、も,うもや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 ,もやっとしてきて、それで白母っていってあの、日が落ちて、球場のライトがつくあたりも、もやっとしててね、なかなか見えないですね。ナイターになると見えやすいんですけどもあの、昼間の球場で使うのはなかなか難しいレンズでした。千ミリのレンズをね、個人で買う人はいませんからね。最初ななんか値段がなくて キャノンの人にどのくらい値段するんですかってまあレンタルだけだったんですけどもどのくらい値段するんですかって言ったら売るとしたらまあベンツ1台くらいベンツのまあ一番いいやつ買えるくらいの値段つきますよねって言ってましたね、まあ、それが多分900万ということなんだと思います売ってないんじゃないかな売ってんのかな基本的にキヤノンから貸し出してみん借り出してみんな使っていると思います1200のくと良いそうですねあの本当にキレがいいレンズですよね でも今、もう古いんですよ、1200mm の設計って。かなり古い設計で、マニュアルフォーカスの頃からあったような気もするので、もう随分古い設計だから、今、もうダマつくないんでしょうね、1200mm とか。今だったらもう高画素にして 600mm にテレコンを入れて、そこでクロップした方が画質は良くなるかもしれないです。200mm の F1.8 ってキャノンのレンズが、 あったんですね今 F2 になってますけども一番最初 F1.8 っていうレンズがあってこのレンズってすごい不思議なレンズで 200mm の F1.8 でだけどテレコンバーターをかませると、まあ、270mm の F2.8 なのかなでもそうしてテレコンバーターをかませた方が 300mm の F2.8 にも映りがいいっていう謎のレンズがあってそれはもう 本当にすごいレンズの中で自分が思ったレンズの中の一つが EF の 200mm の F1.8。これはすごかったですね。F2 になって手ブレ補正がつくようになってからはさほどでもないっていうことになったみたいですけど1.8で手ブレ補正のないものって今でもね、結構高額で取引されてるみたいですね。好きな人いるみたいです。風景の人なんかは、えー、探してる人いるみたいですね。